保護猫のロージーさんはハスキーたちに育てられ、自分を犬だと思っているという珍しい猫なんです。彼女の物語は多くの人々に愛されています。ロージーさんはカリフォルニアで生まれ育ちました。彼女が生後3ヶ月の時、ご主人に保護されました。その時は命すら危ぶまれる状態だったそうです。しかし藁にもすがる思いで彼女を愛犬のリロさんに託したところ、リロさんは彼女を守る決心をしたようです。子猫の身体を温め、舐めてやり、片時もそばを離れることなく面倒を見たそう。その甲もあってロージーさんは元気を取り戻し、犬たちに囲まれてすくすく大きくなっていきました。ただ一つの問題は自分を犬だと思い込んでしまったことくらい、周りに猫という存在が自分以外にいなかったため、仕方がないと言えます。ロージーさんは犬たちの仕草を真似、行動を模倣し、犬らしく振る舞うようになってしまったそうです。外遊びも大好きで水も怖くありません。お散歩やハイキングもハスキーたちと一緒に楽しんでいます。先日は8歳のお誕生日を迎えたロージーさん、10歳を迎えたワンコたちと一緒にお祝いしたそうです。彼女と素敵なワンコファミリーの様子はネットで日々更新されています。猫と犬という種族の違いなんて関係ないというロージーさんの言葉には深い意味が込められています。家族は血のつながりだけではなく、共に過ごす時間や思いやりが大切です。ロージーさんが教えてくれるように種族を超えて仲良く暮らすことができる、素晴らしい家族があることを願っています。これからもロージーさんとワンコファミリーの幸せな暮らしを応援していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。